懺悔の時間。なおサブキャラにですねランダム選択というのはありにします。その代わり毎回ランダムで選んでください。最初にランダム引いて出たキャラを取るのではなく毎回ランダムで選んでください。あっと画面足でアラクネが早速虫姫様モードを展開して、やべえヘリが見える。 CD さあそのままいった。まず一本はかゆいさんのアラクネですね。両者前を取る。霧を出してジャンディー。その間椿が冷める。投げがかかるが動いたところにゴービーが引っかかって、さあ両者また差し合いの前、あっと椿突っ込む。ガフを爆捨てでかわす。ミリーさあ6割楽に確保した。椿が画面突っ込んで、さあ楽ねは霧が9割、もう一発さあ避ける。あージャンディーで刺さる。あうまい。さあこれは若干ヘリが緩やかか。さあバースト使った。あっと何かが漏れたところに虫がカウンターして CDMC 6D からのジャンディーまで5割回収。これバースト2回目 5B カウンター、3周避けてタックル、 5B カウンターからワンコンボ。あーちょっと光る。キュコが落として貯める。キュコがあーっと3シラミッドから追撃決めて勝ったのはかゆいさんのアラクネですね。11なのでどうしようかな、好きなキャラにしようかな。まあ一人通音なんで11になった場合は両者好きなキャラをサブキャラでもメインキャラでも出して結構です。アラクネ、まあまあ、ラムダを出していただいても結構です。懺悔の時はい、ということで、メインキャラ対決かな。ラムダ椿2回目ですね。ラムダ椿なんだそれは。アラクネ椿ですね。あーっといい位置にヒラヌルがいるね。ラーケについてからのジャンシー、あれ裏返ってましたね。しっかりガードしてましたがここで崩れて、あー6000CMC5C5C からのジャンシー、ジャンディー7000取って大きい攻めがガーキャンガードして、コパン 3C からラピッドで追撃。かゆいさんのアラクネが1本まず選手。ジャンディーガード5D に割り込む。飛ばして貯める。ジャンビー押し潰す。ジャンビーから 5D 一発霧を出して逃げる。ジャンディー惜しい。アタックル椿はワンチャンス。あの霧が消えるまではとりあえず粘りたいですね。インストールゲージを着々と確保しているが、ガフを止まれてしまって、さあジャンプ攻撃カウンター、タックルからのワンコンボから溜めて1個突っ込む。腰フェイタルが命拾いした。金馬からのボディ押しつけて、さあバーストが早めにバーストして体力を残そうという作戦でしょうか。あーと CM 氏からジャシー打ち上がった。やばい、うわー苦しい。あーとコブミス、 CM 氏当たって 5C からのディストーションドラムでフィニッシュということで、1回戦勝利はかゆいさんのアラクネ、アラクネラムダチームですね。ということで次は、あやべえ縮小版コピーしたんですか。PRF マジワロスさんと、ペンペンあと天への実況、イエスだね、天使を覚えてないの、
来日、